皆さんこんにちは、魚類学チャンネルです。今回はですね、裸のお魚の見分け方をご紹介していきたいと思います。赤ハタはね、磯釣りを、ね、される方にはよく知られた魚で、そんなの名のとおり、赤い体が特徴の旗です。まあ、特にね、この、ね、写真を見ても分かりますように、赤ハタのね、体にはね、横帯があります。まあ、このね、姿は釣り人にはおなじみでしょうね。 ただね、赤旗の中にはですね、実はこの横帯が薄い、もしくはほとんどないものもね、いたりするんですね。まあ、このようなね、模様を持つものは、ある魚にね、間違えられることもあるんです。それが、赤旗もどきという魚です。このね、横帯が出ていない赤旗と赤旗もどきはですね、結構ね、これはどっちなんですかって聞かれることもありますね。ということで、今回は赤旗と赤旗もどきの見分け方についてご紹介していきたいと思います。 まあ、赤旗も赤旗もどきも鮮やかなね、赤い体がね、美しい旗ですね。まあ、いずれの種類もね、南日本からインド太平洋に分布する種類です。まあ、このね、2種類をね、見分ける方法はいくつかあるんですけれど、まあ、簡単なのはね、背びれの時計の部分ですね。赤旗の背びれ極上の木膜、つまりヒレのね、膜はね、先端部がね、黒いんですけれど、このね、赤旗もどきの場合はね、鮮やかな赤色ですね。 まあ、赤旗もどきはですね、フィッシュベースっていうデータベースで採用されている、コモンネームがレッドチップドグルーパー、つまり赤い先端の旗っていうのがここから来ていると思われます。まあ、赤旗もどきはですね、背びれ難情部だとか、あるいは尾びれのね、情報がね、黒っぽくなるんですけれど、これはね、答えによって薄くなったりしますし、また赤旗であってもね、薄はね、黒っぽくなったりね、することがあるので注意が必要です。まあ、この写真の答えのように、 まあ明らかに黒いっていうのはまあ赤旗もどきでいいような気もしますけれどねまた赤旗のね尾びれは後ろ公園がね丸いんですけれど赤旗もどきではね部屋直線的になったりするのも特徴ですねそれから赤旗もどきの方がですね体の高さがあってがっしりした感じがします特にね目の後ろの背中の形なんかもね赤旗とはねちょっと大きく異なるように見えますでですね 赤旗もどきはですね、赤旗のようなね、横帯がね、出ないっていうことはないんですね。まあ薄くね、出ることもあります。ですからね、この横帯模様はね、童貞には使用できないかもしれませんね。まあもっともね、この帯はですね、赤旗の方がね、明瞭に出ている感じがします。まあ赤旗はですね、かなり浅い場所でもね、漁獲されてはいるんですけれど、赤旗もどきの方はね、結構深い場所に生息していますね。 まあ、フィッシュベースでね、見たら、水深20メートルにもいるらしいんですけれど、なかなかね、水中写真がね、お目にかかれない種類です。ぜひともね、見てみたいですけどね。まあ、もちろんね、赤旗もね、赤旗もども重要な食用の旗ですね。まあ、刺身とか、あるいは、ちょっとちっちゃめのものなんか、煮付けなんとかね、いろいろなね、やり方で、ね、食べられます。まあ、赤旗はね、 和歌山とか高知とか太平洋岸とかあるいは長崎とかではねそこそこ取れる種類で、まあ、沖縄でも取れるんですけれど赤旗もどきの方はね赤旗よりね少なくてしかも小笠原諸島とかではねそこそこ取れるんですけれどあとの地域ではちょっと少ないですかねうんということで今回は赤旗と赤旗もどきの見分け方をご紹介していきましたご視聴ありがとうございましたそれではまたよろしくお願いいたします